攻守のゲームあんまり緊張しなかったというコメントが聞かれました大山です。大きなこのカーブが武器になるかもしれません。はい、センターの左追っていきます。バッターランナー二塁に到達、ツーベースヒット、ワンアウト二塁です。ヤクルトは1回から4回まで毎回ヒットです。6本目のヒットが出ました。ルーキー西浦がルーキー大山からツーベースヒットを打って出塁しています。小川監督の話では守りはなかなかいいもの、光るものを持っていると、守りにはなかなか高い点をつけていました西浦、あとは打力どうかというところなんですが、ここはツーベースヒットを放っています。